カンフ動物はカンフ動物門に属する動物の総称である。四体八本のずんぐりとした足でゆっくり歩く姿からカンフ動物、また形がクマに似ていることからクマムシと呼ばれている。また、以下に述べるように非常に強い耐久性を持つことから蝶ムシと言われたこともある。カンフ動物の最初の化石はカンブリア紀の岩石から見つかっている。 肉眼では確認しにくい微小な動物であり、熱帯から極地方、超深海底から高山、温泉の中まで、海洋、陸水、陸上のほとんど、ありと、あらゆる環境に生息する。堆積物中の有機物に富む液体や、動物や、植物の体液を吸入して、食物としている。およそ1000種以上が知られている。 ドゥジャルダンヤマクマムシとセンチュウの一種を並べた電子顕微鏡を邪体長は50マイクロメートルから1.7ミリメートルの微小な動物である。大切性を持ち、基本的には頭部一節と頭部四節からなり、キチン室の口蔵で覆われている。シンクマムシ目のものは外面がほぼ滑らかだが、イクマムシ目のものは装甲板やトゲ、毛などを持ち、 変化に富んだ外見をしている。頭部の各大切から出る4体の足を持ち、前の3体は大切の両腹側に備わり、最後の1体は大切の後端を占める。足は丸く突き出て関節がなく、先端には基本的に4から10本の爪、または粘着性の円盤状組織が備わっている。頭部に目点を持つものもある。口の近くに、 公園入頭などの小毒器を持つ例もあるが、外部に出た触覚や後期などはない。体抗は生殖腺の周りに限られる。口から胃、直腸からなる消化器系を持ち、口の中には一体の指針がある。排出物は下流状に蓄積され、脱皮の際に口倉と一緒に捨てられる。呼吸器系、循環器系はない。酸素、二酸化炭素の交換は、 透過性の口倉を通じて体表から直接行う。神経系は、はしご状。通常、一体の目点と、脳、腹側の二本の重層神経によって結合された五個の神経節を持つ。多くの種では、私有遺体だが、圧倒的にメスが多い。私有動体や、単ため発生も知られる。腸の背側に、不遂の卵巣または、精巣がある。 産卵は単に産み落とす例もあるが、脱皮の際に脱皮核の中に産み落とす例が知られ、脱皮核内受精と呼ばれる。陽性器はなく、直接発生して、脱皮を繰り返して成長する。その際、体細胞の数が増加せず、個々の細胞の大きさが増すことで成長することが知られる。脱皮核の中で産卵する、クマムシ陸上性の種の多くは、 船体類などの隙間におり、半ば水中的な環境で生活している。樹状や枝先の苔などにも住んでいる。これらの乾燥しやすい環境のものは、乾燥時には口術のクリプトビオシスの状態で耐え、水分が得られた時のみ生活していると考えられる。2021年3月16日には、千葉大学の研究チームにより、山形県、 ガッサンの標高750メートルの雪上で大量のクマムシの新種を発見したことが発表されている。このクマムシの体内からは雪上で繁殖している藻が確認されている。水中では水草や藻類の表面を這い回って生活するものがおり、海産の種では感激性の種も知られる。遊泳力はない。一部の寒腐動物は 寒眠りによって環境に対する絶大な抵抗力を持つ。寒眠りはクリプトビオシスの一例で無代謝の休眠状態である。この現象が一旦死んだものが蘇生しているのか、それとも死んでいるように見えるだけなのかについて長い論争があった。現在ではこのような状態をクリプトビオシスと呼ぶようになり、死んでいるように見えるだけであることがわかっている。他にも、 センチュウ、ワムシ、アルテミア、ネムリウスリカなどがクリプトビオシスを示すことが知られている。寒腐動物は周囲が乾燥してくると体を縮める。これを損と呼び、代謝をほぼ止めてカンネ眠りの状態に入る。カンネ眠り個体は口術する過酷な条件にさらされた後も水を与えれば再び動き回ることができる。ただしこれはネムできる種が 空眠している時に限ることであって、すべてのクマムシ類が常にこうした能力を持つわけではない。さらに動き回ることができるというだけであって、その後通常の生活に戻れるかどうかは考慮されていないことに注意が必要である。寒眠り状態には瞬間的に慣れるわけではなく、ゆっくりと乾燥させなければ、あっけなく死んでしまう。 寒眠り状態になるために必要な時間は、クマムシの種類によって異なる。乾燥状態になると、体内のグルコースをトレハロースに作り変えて、極限状態に備える。水分がトレハロースに置き換わっていくと、体液のマクロな粘度は大きくなるがミクロな流動性は失われず、生物の体組織を構成する、炭水化合物が構造を破壊されることなく、 組織の縮対を行い、細胞内の結合水だけを残して、水和水や有利水が全て取り除かれると、酸素の代謝も止まり、完全な休眠状態になる。ただし、クマムシでは、トレハロースの蓄積があまり見られないため、この物質の寒眠りへの機能は、あまり大きくないと考えられている。クマムシは、非常に大きな耐性強度を持つことで知られている。ただしそれは、 他の多細胞生物と比較した場合の話であり、単細胞生物では画法を作ることにより、さらに過酷な環境に耐えることができるものもいる。強力な体制ながら寿命は半年だが、クマムシは、寒眠り状態になると、長期の生存が可能である。例えば、ある博物館に保管されていた130年前の苔に水をかけると、干からびた。 尊上のクマムシが元に戻ったという記録もある。ただし、この現象は、実験的に実証されているわけではなく、学術論文にも相当するものはない。類似の記録で、120年を経た標本にて12日後に1匹だけ、死が震えるように伸び縮みしたことを観察されたものは、あるものの、サンプルがこの後に完全に生き返ったのかどうかの、情報はない。 通常の条件で樽の状態から蘇生して動き回った記録としては現在のところ10年を超えるものはない。常温では酸化により樽がダメージを受けるためで極低温や無酸素状態で保管するのであれば理論上は半永久的に生存が可能であろうと考えられている。2007年クマムシの体制を実証するため ロシアの化学衛星フォトン M3 でクマムシを宇宙空間に10日間直接晒すという実験が行われた。回収されたクマムシを調べたところ、太陽光を遮り宇宙船と真空に晒した場合、クマムシは蘇生し、生殖能力も失われないことが確認された。太陽光を直接受けたクマムシも一部は蘇生したが、遮った場合と比べ生存率は低かった。 体制は、肝眠りによって強化されている、可能性がある。2015年の米国科学アカデミー、企業掲載論文によれば、クマムシの一種の遺伝子は水平電波による、外来遺伝子が、全体の17.5%にも及ぶという。大部分は、細菌の DNA で、その他菌類、植物、個細菌、ウイルスの DNA が含まれ、 ストレス耐性に関わるものもあったとされる。その仕組みについては、乾燥した細胞膜が物質を透過しやすい状態になり、そこで混入した外来遺伝子が DNA 修復の際に組み込まれると推定されると主張している。ただし、異種の動植物の遺伝子の割合が高かったのはサンプルが汚染されていたからではないかとの指摘がなされている。2019年、 イスラエルの月探査機ベレシートが着陸に失敗して墜落。ベレシートにはクマムシを入れた装置が搭載されており、クマムシが事故を生き延びている可能性がある。カンフ動物は以前は節足動物に含まれていたこともあり、また、下形動物、ユウツメ動物と共に、側節足動物と呼ばれていたこともあったが、21世紀現在では、 参考五目十五課からなる独立した動物門となり、憂爪動物門、節足動物門とともに、反節足動物を構成する。かつて、これらの動物は、関係動物の禁煙と考えられ、大切動物としてまとめられてきたが、後に、エラエ動物や線形動物などとの類縁関係が有力視され、脱皮動物を構成し、 また、絶景動物は独立の動物門ではなく、著しく特殊化した、節足動物であることも後に分かった。反接足動物の中で、カンフ動物は、憂メ動物と、節足動物より、早期に分岐した、もしくは、節足動物の姉妹群、などの説がある。また、これらの動物門と、 同様、寒腐動物もハーシ動物から派生したものと考えられる。藤本ところクマムシ類の系統分類学入門、たくさ、日本動物分類学会主第51巻、日本動物分類学会、2021年、1から18ページ。AB、最強生物クマムシ、雪の上にも研究者もびっくり、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。 2021年3月17日閲覧。おクマムシの極限環境体制、超高圧への体制実験。K. インマー・ヨーンソン、トーマス・エル・ハイガム、キャスパー・エヌ・アンデルセン、トレランス2、ガンマ・ラディエーションイン。ザマリーン・ヘテロタードグレード、チュニスコイズ・シュグスマンディ、プローズ1、2016-11、E0168884、ドイ、10.1371。 ジャーナル、ポネ、0168884、プミド27997621トラスパス。アレハンドラ、J、バーチル、マーク、タービグレードサバイバルリミッツインハイ、スピードインパクツ、インプリケーションズフォーパンスペルミアコレクションオブ、サンプルズ。 フロムプルームズイメーテッドバイアイスワールズ https コロンスラッシュスラッシュ www.libertpub.com スラッシュドイスラッシュフルスラッシュ10.1089スラッシュ ast.2020.2405 フジテレビトリビア普及委員会トリビアの泉平の本参考談社2003年堀川大樹熊虫の冠眠りと 極限環境体制。2022年1月1日閲覧。堀川大輝クマムシはどんな生き物感想すると、不死身に、日経スタイル。日本経済新聞社と、日経 BP の共同運営。2022年1月2日閲覧。地球最強の生物クマムシ宇宙でも、生存可能。wired.jp。 2008年9月9日、リズ・ラングレー、ヨネイ・カオリ。最強生物クマムシ、衝撃の DNA 構成が判明。ナショナルジオグラフィック日本版。 http://natgeo.nikkeibp.co.jp:/atcl/news/15/a/120100053/2016 年8月22日閲覧。人 DNA を X 線から守るクマムシ由来のタンパク質を発見、東大研究。 アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3101607ピッドイコール183160002016年9月21日、閲覧。月面初の生命体としてサバイバル中最強生物クマムシ afp 2019年8月10日閲覧。 レッグ、デビッド、ザインパクトオブホッシルズオンアースラポッドファイラジニー、http コロンスラッシュスラッシュスパイラルドットインペリアルドット ac ドット uk スラッシュハンドルスラッシュ10044スラッシュ1スラッシュ24168ラブラウブ、デニス V、ブラックスター、マーク・ピサニダビデ・テルファード、マクシミリアン・ジェイ・ボーレ、ジェフリー・エル・ドーブ、ジェニファー・グリーシン、ダイアン、カイル、 エサン・エトール、エクディシゾア・ミトジェノミックス、エビデンス・フォー、エイコモン・オリジン・オブ・ザ・レガド・インバーテブラッツ、ザ・パナートロポダ。ゲノム・バイオロジー・エボリューションに、425-440、ドイ、10.1093、ゲベ。 ebook030https://academic.oup.com/.gbe/.article/.doi/.10.1093/.gbe/.ev9030/.573488 ローザ、ルノーデプルードーム、ベンジャミン・ピネット、オリービエラ・ーティレット、ニコラス・バラボイン、ギヨーム・アドーテ。アンドレ、ザニュー・アニマル・ファイラジニー。 Reliability and Implications Proceedings of the National Academy of Sciences 97 4453 4456土井10.1073 プナズ 97.、97.9、4453、一瞬0027から8424、プミド10781043、https コロンスラッシュスラッシュ www.pnas.org スラッシュコンテントラッシュ97スラッシュ9スラッシュ4453、ラブラウブデニス V、ブラウンウェズレームボーレ、 Jeffrey L. Phylogenetic Position of the Pentastomida and Clustation Relationships. Proceedings of the Royal Society of London.Series B. Biological Sciences 271 537 544土井10.1098 rspb, 2003.2631, pmc, pmc, 169万1615、プミド1512万9965、https, コロンスラッシュスラッシュ r o i a l s o c i t y p u b l i s h i n g o r g スラッシュドイスラッシュ10.1098スラッシュ rspb.2003.2631 スミス フランク・ W ・ゴールド・スティン、ボブ、セグメンテーション・イン・タルディグラーダダイバーシフィケーション、オブ・セグメンタル・パターンズ・イン・パナアトロポダ。アースラポッド・ストラクチャー・デベロップメント46、328-340、ドイ・10.1016。 j a z d 2 0 1 6 1 0 0 0 5 1 4 6 7 8 0 3 9 h t t p w w w s c i e n c e d i r e c t c o m s c i e n c e a r t i c l e p c i s 1 4 6 7 8 0 3 9 1 6 3 0 1 4 8 7オルテガ・ハーナンデズ、ハビエル、ロボポディアンズ カレントバイオロジー 25R873R875 ドイ10.1016 j 株 u b 2 0 1 5 0 7 0 2 8一瞬0960から 9822, プミド26439,350、https, コロンスラッシュスラッシュ www.cell.com スラッシュ current-biology スラッシュアブストラクトスラッシュ s0960-982200831-3 ありがとうございます。